はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回はポケット戦国の続きをプレイしていきたいと思います。で、まあ、簡単に、情勢の方をおさらいしておきたいと思うんですが、まあ、機内はほぼほぼ、信長の勢力圏に収めているというところで、あと残すところはですね、摂津の石山本願寺、あとはですね、筒井順慶ですね、筒井家とは同盟中、ただし画面の左上有効度が22なので、まあ、いつ裏切られてもおかしくないかなという状況ではあります。で、あとは伊勢の北畠、まあ、ここは有効度が74あるので、まあ、しばらくは大丈夫かなと。あとは三河の家康で、甲斐の武田とも同盟中で、一応有効度が36と下がってきているので、武田に対してはこの後少し媚びを打っておきたいかなというところですね。で、対上杉の最前線池田城は森吉成に守らせていて、ここは引き続き城の増強を行っていこうというふうに思っています。で、信長の本体は次はですね、摂津有岡城攻めを開始していきたいというふうに思っています。まあ、三好攻めですね。では早速プレイの方始めていきます。まあ、なんといってもですね、まずはしっかり親善を図っておきたいので、親善ができる武将がどっかいるかなっていうところなんですが、信長のところが少し消耗してるので、そうすると今大和に入っている式三条の織田信長の軍勢、まあもともと1枚いた軍勢なんですが、これちょっと徴兵で兵を回復しておきましょうか。お金がないかな。お金はあるけど徴兵ができない。できれば兵を回復しておきたいので回復させちゃいましょう。で、それに合わせて一部の人にはさっき言っていた策を行っていきます。まずは勝家、あ、お金がないね。ちょっとターンを送るしかないですね。お金がないから何もできない。まあ、毎月1日にお金が入ってくるので、1日になった途端に一旦時を止めましょう。で、お金が入ってきたので、まずは何といっても徴兵ですね。兵を回復させておかないと話にならないので、兵を回復させた上で表情を開いて、まずは親善ですね。誰に貸せるかな。まあ、ここは信長自ら5000円持って武田家に行ってもらいましょう。で、あとは城の強化ですね。城の強化はただあれだな、5000円も使っちゃうとかなり厳しいな。まあ今更ですけどね。おっと、ここは戦闘が起きてるな。畠山家と、これは上杉が争っているので、この余波を食らうのだけは避けたいですよね。なので城の増強を行っておきましょう。まあ、ちょっとね、兵の徴兵でだいぶお金を使ってしまったかなというところですね。今回はまあ、北畠裏切らないとは思うんですけどね。ただここで上杉勢が1万の軍勢で畠山を攻めてますね。これ城が落ちるかもしれないな。上杉がこれ以上でかくなるのもできれば避けたいところなんですけどね。で、兵の回復状況は思ったより早いですね。これは有岡城攻めが早々に決行できるかもしれないな。ただね、あの三木家も当初よりだいぶ回復してきてますからね。ボコボコにした後からは、だいぶ
回復してきているので、まあ、油断ならない相手であるというのは、まあ、事実ですよね。で、信玄にここに来て金を渡して有効度を上げておきましょう。しっかり最上と上杉も回戦か。上杉も結構な兵力持ってそうだな。こうなると2正面で戦ってもなお余裕がある感じですかね。上杉の総兵力ちょっと見ておくと2万2000か。まあ実際には2万5000ぐらいの軍勢を持ってるかもしれませんね。なので信長としても一刻も早く勢力の拡大を図っていかなきゃいけないな。まあ、堺を抑えているんでお金はね多少入りやすくはなってるとは思うんですけどね。さあ信長が信玄のところから戻ってきたらしっかりやっていきましょう。で奥村助右衛門か。畠山家兵士を援助。奥村助右衛門ってでも上杉側の人間ですよね本来は。ここは拒否するしかないな。今上杉とことを構えるわけにはいかないので拒否しましょう。さあ信長が帰陣したのでここで出兵していきます。ズバリ有岡城ですね。金山ありでかいな。岸和田城へ行軍中。岸和田城か。ここはしょうがない。一旦兵を返すか。兵を返して岸和田城の守りに入りましょう。まあただここは野戦でね敵を打ちのめされるというのは大きいのでまずは籠城を仕掛けます。で籠城してる間におそらく信長の本体が間に合うとは思うのでこの数だと。間に合えば一気に蹴散らしましょう。回戦していきます。長益以外の全軍勢を出していきましょうか。まあここはね刑事もいることですし、刑事と助右衛門これ合わせたらなんか起きたりするのかな。なんかちょっとね興味ありますけどね。では、まずは一旦下げていきましょう。で相手の出方に合わせて陣形を組み替えていくっていう形になりますかね。で、まあ、できるだけね足の速い侍部隊は外に回しておいて足軽を中に入れておきましょうか。さあじゃあこれで一旦様子を見ていきましょう。敵の陣形ですね。足軽槍足軽が3に侍が1ですね。だったらこれ侍に備えますか。まずはあとは鉄砲隊で敵を打ち払う感じかな。では本陣を少しだけ進めましょう。はい、
そんな道で信長の玉込めを回復させます。カズマスは切り込みを使って敵の壊滅を図りましょう。で、騎馬突撃で蹴散らし。敵はね、削れるだけ削っておきたいので、さあここで軍勢を引かせるわけにいかないので、できるだけ絞り取りましょう。追撃戦に入ります。これで敵の軍勢を1100ぐらいまで減らしてましたか。今この状態で一旦城に人を入れた後、そうだな、先に洲本攻めますか。なんかね、洲本の方が先に攻めやすそうな感じがしましたけどね、今の感じだと。では徴兵をして、といっても兵は減ってないね、士気も高いんで、長政以外の軍勢で、それこそ本当の追撃戦ですね。追撃戦に入りましょう。で、長政は自動化しちゃいましょう。で、敵と遭遇か。ここ敵の援軍だな。950。ここは海戦で一気に敵を蹴散らしましょう。まあこれはぶっちゃけどうでもいいな。秀長に任せておけばいいかな。あとは鉄砲隊で蹴散らせると思うんで、全く問題がないですね。敵が信長と光秀の鉄砲の射程に入ったら壊滅できるかなっていう感じですね。で、一応秀長で足止めも可能という布陣です。まあ、これでも光秀と信長の鉄砲のこの十字砲火に当たるような感じになっちゃってるんで、まあ壊滅だな敵は。この野戦で勝利すると士気が回復するとかね、そういうのあるといいですよね。さてさて、これで毛利が、そうか、四国を席巻してるな。先に四国まで上陸したいけど、兵を引きましたね毛利軍団は。毛利はでもどれくらいなんだろうな。まあ本願寺との停戦を受け入れましょう。毛利の総兵力2万5000か。これもでかいな。まあ、とりあえず三好を潰すだけ潰してって感じかな。
で、上杉も停戦に入ったんで、いよいよ危険な香りがしますね。洲本は落としたと。そしたら洲本の軍勢の士気が回復次第、四国へ渡海しましょう。ここで信長包囲も再びか。何、ケンニョさんに関して言うとさ、さっき自分で従いたいって言ってきたのに、停戦したいって言ってきましたよね。これひどいよな。いや待て待て、二騎乗じゃないぞ。今攻めるべきは有岡だな。お、利光か。兵士援助か。いや兵士援助してあげたいけど、上杉とさ今徹底抗戦したいっていう気持ちは全くないんだよね。ちょっと待って、これで上杉が池田城に来てる。しょうがないな。一度 上杉勢と対戦するしかないか。いやー、ここで上杉と対峙するのか、結構きついな。まあ、間に合うかっていうのもありますけどね。池田城に救援を送るにしても、ここは一旦籠城しましょう。資金援助回してあげよう。家康とはこの先も末永くやっていきたいからな。さあ、信長の本体が到着する頃に、おお、いや北畑1万円はありがたいよ。1万円北畑から献上の品が来ましたけど、兵士援助、まあ援助してあげる、まあ、どこと戦闘する気なんだろうな。でも鈴木は780にあげるけどさ。で今機内で空白地帯ができたので、ここで本願寺がね挙兵とかされるとかなりきついですよね。本願寺挙兵みたいになると、今まさに機内は軍事空白地帯が生まれてるんで、まあ早々に上杉軍を、上杉軍全然減らないね、士気が。なぜ、さらに増援まで来てるな。何なんだこいつら、2万2000の軍勢になってる。これ勝ち目あんのか。いやー、ついに上杉謙信と直接対決か。しかも士気が全く減ってないっていう謎の超強力軍団だな。騎馬隊が多いね。しかも騎馬隊が多い。極まりないわ、上杉とか言って。覚悟を決めくだされって言ってますけど、まあ10対10の舞台でしか出れないは出れないんで、まずはそうだな、信長、勝家、光秀、一政、ここはマストでしょ。あとは成政、秀長、いや秀長出すぐらいだったら吉成出した方がいいな。こんなとこかな。
まあ、例によって一旦後ろに下げましょう。敵は騎馬隊で来るんで、まあ、敵の騎馬隊を食い止めなきゃいけないですからね、まずは。で、敵の陣形確認。いやー、騎馬隊多いわー。騎馬隊が1、2、3、4、5、6、7部隊が騎馬隊で、剣心はぐは上にいる。この剣心の部隊に2部隊で対しましょう。で、問題は敵の騎馬突撃が来た時にどう戦うかだよな。これ騎馬突撃いきなり来てんで、槍ぶすまでまずは防ぎましょう。コロクと、秀吉のところに敵の突撃部隊が来てるんで、でさらに刑事のところにも敵の騎馬突撃が来るんで、これも槍ブスまで防ぎましょう。で、剣心のところにも利家のところに来てるんで、これを防ぎましょう。ぐはつーえマジで強いな。いや、これは勝った。都市家が壊滅するな。早く救援に行ってあげないと。持つか。いや、強すぎる。しかも逃げられた。マジで強いわこれ。うわー、強すぎるね本当に。これはあれだな、ちょっと一旦本当に中央に集めて、信長と、それこそ光秀の鉄砲隊で撃破していくしかないな。で、孤立してる勝家をちょっと一旦引かせましょう。いや、敵の士気回復してきたが、こちらも士気を一旦回復させましょう。よし、これは後期だぞ。だが、まずいな。信長がさらされてる。信長がさらされるのはまずいんで、一旦兵を引いて、一旦下がる。よし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 。何、本陣がまずいことになってるな。どうなってる？やばいぞ、これは本当にやばい。大敗する可能性が出てきた。いや、強すぎる、マジで。ガチで強えわ。ちょっと待ってくれ。これは敵の本陣が前に出てきてるけど、敵の本陣がまだまだ遠いな。敵の本陣が遠いわ。
ちょっと本陣を下げるしかないけど、壊滅するな、本陣が壊滅する。強すぎる、強かった、マジで強いな。壊滅したか。いやー、剣心軍マジで強いですね。ここまでとは思わなかった。いや、池田城を落とされるな、これは。急いで徴兵をして再起を図るしかないな。池田城が持ちこたえてくれればいいけど。よし、朝倉からも金が入った。金はだいぶ余裕が出てきたけど、問題は軍勢だな。軍勢が全然足りないね。池田城を失うのか、きついな。ちなみにこいつらの士気87もまだあんのか。出兵するなら今だけど、いやー出せないな、軍勢が足りない。いやー、どうでした、あの上杉勢とのガチンコ対決でしたけど、本当に強かったですね。しょうがない、池田城は失いましょう。本意ではないですね。で強いな、しょうがない。とりあえずすぐできることとしては、ここ、松倉城を最前線に変えるしかないですね。で、信長軍団は一旦機内へ戻って、有岡城攻略に戻りましょう。加納城、加納城か。よし、加納城だったら加納城に戻りがけに叩けるかな。よし、武田からも金が入った。とにもかくにも加納城をまずはしっかり、しっかり守りましょう。まあここはお任せでいいでしょう。まあ何度言ってもね、注意しなきゃいけないのは剣心ですからね。今は1にも2にも剣心。
ちょっとまあ助走が足りないけどいいでしょう。しかも完全に外したっていうね、騎馬突撃を。とりあえず四季三条まで兵を引いてあげましょう。四季三に入って兵の回復を待って有岡城攻めだな。で一応足利義昭軍が何助けには来てくれてたの？いいとこあるね。しかも足利軍が攻めてくれてるっていうのはでかいな。足利軍が今昇竜寺城を攻めていて、それによって大阪城がガラガラになってる。これはこの隙にね大阪城攻め取りたいぐらいですけどね。はい、というところで、今回屈強な上杉軍と戦闘に入りましたが、まあ完敗してしまったというところですね。次回ちょっと軍の立て直しとともに摂津を平らげるべく戦っていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。